こんばんは、ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアを始めていきたいと思います。さて、今回はジャパンカップ2回戦東島かな東島かなビクトリーをやりたい、あの試合を行いたいと思います。前回の最後で触れましたがこちらですね。東島っぽい、東島なんだ。C や D が多くて A がちょっとあるぐらい、 B も少ないですね。まあ、勝って当然だと思いますが油断してはいけません。そこで岡山ピーターローズとやります。スタメンは遥を出します。まあこれ、東島ビクトリー本番では当然のごとく夏希がやります。でも、クマも落ちてるんですね、結構。ユーナ、エリカのダブルトップ。さあ、疲れてますね。休ませましょう。まあ、どうしてもフィアリーをどうする。モロコも打ち出してるぞ。結構打ち出すのは早いですね。まあ、あんまり気にすることはないですけど。打ち出すの早いのかな、どうかと思ってしまう。じゃあこれでやりましょう。試合終開始。練習試合ですからね、あくまでこれ。あっさり取られてしまいました。これはいけません。まあ、課題をいただくことも重要なので、すごいな。うわ、すげえ。決められてしまった。これですよ。猪木田に渡って、2人が防御に行くんだけど、それをかいくぐって決めてしまいます。これはちょっと、どうしようもないか。1点は返してほしい。落ち着いてんのはいいですが、うまい。パス回し、なかなか前に出られない。逆にバックパスしてしまうぐらい。あーっと、うまく意識が伝わらない。当てて戻ります。相手ボールです。のスローインですね。さあ、長いパス。ひらり、つながらない。やはりある程度出ないと勝てないんですよね。ヒラリーがここは高さで勝ちました。モモイ結構早いですね。 N2、3位ってそんな甘くはないです。控え選手で勝てるぐらい甘くはないのか。さあ、ここでエリカにパスが通った。ファールですね。シート目にかかります。さあ、ユーナ。来た、エリカ。わずかに左だった。早い、上原。2点目、決まりてしまいます。やっぱり N2 3位って言っても N1 に近いですからね。力があります。
さあ、ほぼ試合終了直前です。ない、これはいけない。捉えてしまいました。試合終了ですね、これで。課題ですね。さあ、これで、これにて、ジャパンカップ2回戦に移りたいと思います。ですが、バランスでいきましょう。負けられないんです。といえば、スタメンが、スタメンはこれかな。サイは疲れてないですよね。やっぱり A が多いですからね。クラリスと入れ替えましょう。ミオの方がいいですね。ミオに変えます。はい、控えが打ちますよね。これはこれで必勝体制といきたいと思います。圧倒的に有利に見えるが、そんな簡単にはいくのか。すごいんです、相手チーム。おお、危ないね。夏木。おい、さあ、止まるかな。これは緑、決めた、制して。です。さあ、どうでしょうか。安心できますね。今度はくるみです。さあ、あーっと、サイはナイス。いい流れですね、ここは。さあ、リードに3点目。これはすごい。届かなかった。さあ、ここは気をつけろ。夏希が
すごいジャンプ力だ。すげえジャンプ力だ。終了です。ミオがちょっと疲れてますね。変えましょう。クラリスに、クラリスで行きます。でも疲れが比較的少ないですね。前出した。これはクルミに通った。入った。5点目です。わー、回収大きくリード。さあ、まだ52、3分ですね。これはすごいな。10分に1回転取ってんだ。あと渡してしまった。が、これは相手の陣地出ました。ゴールキックから学び緑です。さあ、これこぼれ球だ。逃すな。あ、さあ、くるみがちょっと疲れてきたので、エリカに交代いたします。さらに、さらにどっちがいいのかな。サチコ行きましょう。マドカを下ろします。これはどっちだ。一気に変えていきます。ゴールキックです。さあ、マナミですね。マナミ越えてセンタリング上げて、これをエリカが、エリカも決めた。勝ったばっかり。6点目。素晴らしい。エリカも決めてきました。フォワード3人全員決めましたね。危ない。欲しかった。試合終了ですね。対象です。
トイレ来た。さあ、クルミを追加点。バイシクルシュートっていいんですね。24分にはまた緑。そしてその後41分、緑に決めて、これが緑のハットトリックです。縦パス決まって、その一気に。そして変わった、くるみに変わって入ったエリカがヘディングを決めます。3人の、キーパー、3人のフォワードが決める、まさにオーバーブルバイ。さらにエリカも2点目決めます。ヘディング、0で勝利です。さあ、これで2回戦突破ですね。準々決勝に進出です。佐世保ドックスが迷走で那覇を破って進出してますね。前回公式戦で佐世保ドックスには完敗しております。何としても勝たねばなりません。さらに、他は高知四万十スとキャピタル東京ですが、こちらも怖い相手。3位ギマッセ大阪、武蔵野ホーネッツ、エルダード欧州、筑波ダガマ。みんな N1 のチームじゃないですか。結局 N2 以下は残らなくなってしまいました。ですよね。というわけで、すごい、大勝ですね。いやー、よかったです。嬉しいです。さあ、翌週はエルドワード欧州戦、5位ですね。ちょっと C が多くてよく分かりませんが、そんなに 強いのかなという反面、まあ、キーパーのヤスバスがいいですね。とキオキューラ、宮田あたりですね。宮田が点を取りそうです。クランカリバーズとの相手はどうなんでしょうか。2対1勝ってんのかな。まあ今回は8対1一流クラブですからね。アジアチャレンジトーフィーの出場権を逃してしまいます。そうですよね。なんとかしないといけない。というわけで、練習にまた励んでおります。こちらの選手データですね。やっぱり
A や B は多いんですが S が少ない。この辺で鍛えていかないといけないっていう状態です。はい、というわけで次の試合も、勝って来年につなげたいと思います。以上、今回のカルチョビッターでした。ゲーム動画で以降ではチャンネル登録者数を増やしたいと考えております。動画をご覧いただいた方、よろしければチャンネル登録ご協力いただけませんでしょうか。皆さんは登録がですね、1000人に向けてお力になります。ぜひぜひよろしくお願いいたします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しますので、よろしければ見てください。またですね、ツイッターで実況のお知らせ、ライブのお知らせいたしますので、そちら、フォローもよろしくお願いいたします。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト、表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。長らくの間ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。